ジャンボシイタケの出荷は今月十四日に始まりました。ジャンボシイタケ生産グループの一人、角野実さんは。出荷の最盛期中の二十七日にも。月田地内のハウスで収穫して、パック詰め作業をしていました。団頭傾向にあった今シーズンは、例年より一ヶ月ほど遅れての出荷開始となりました。角野さんら三人で作る生産グループでは。 人の拳ほどの大きさになるジャンボ椎茸を、マニワジャンボの名前で販売しています。肉厚で風味が豊かなことと、コリコリとした歯ごたえが特徴です。鍋物はもちろんですが、加藤さんのおすすめは、食感を楽しめる焼き椎茸で、塩コショウや醤油であっさりとした味付けにすることだそうです。 しいたけは市場に出回る9割以上を占めると言われるのは、金賞栽培でおがくずや米ぬかなどを混ぜて人工的に作ったものを栄養源とする栽培方法です。加藤さんたちは金賞栽培ではなく、クヌギをはじめとする。木に椎茸の菌を植え付ける。昔ながらの方法、原木栽培にこだわっています。 原木栽培は、金床栽培に比べて食感が引き立ちますが、その反面、栽培時に自然環境の影響を受けやすくなります。そのため、加藤さんたちは、水分や湿度、温度の管理に徹底して取り組んでいます。生産グループでは、これまでマニワジャンボのブランドを主に岡山県南部に出荷していました。しかし、今年からは、 生産仲間を増やし生産量の拡大を図りたいと市内の直売所でも販売しジャンボ椎茸の美味しさを多くの人に知ってもらう試みをしています。そうですねやっぱり大勢の人に食べてもらって今まであのメインは岡山がほとんどだったのでで地元にはマニアジャンボいうのに地元には全然ないということででまあ今年からあの直売所にも置くかないう話になって。 地元の人にも食べてもらいたいし、からまた美味しかったらする仲間も増えてくれないかなと思って。出荷は3月下旬までの予定です。生産グループでは、例年並みの1トンの出荷を目指して、幸い管理・出荷体制により力を入れていくとしています。